はいどうもコミです。さて本日はですね TH コンプリターさんからまた動画ね、お送りしていきたいというふうに思うんですけども、本日のお題ですね、ドラゴンになります。最近ですねやっぱり、陸に対する防衛がかなり偏ってきているというかね、陸重視の防衛になってきている手前、このねドラゴン、先日ライドラの話もしましたけど、ドラゴンがとにかくね猛威振るってるんですね。で、今回お話ししたいのはですね、ちょっと前にも、突撃艦からの、その赤根式っていうんですかね、中にライドラバルーンを仕込んでおいて、で、ガツンとね、今出していってますけどね、ここね、こんな感じ、ここに、ガンと、クローンとレイジをかけていって、バルーン、ライドラをこう、数増やして、そのあたり一体をね、こうダンとこう削っていくようなね、こういう、やり方、赤根式って、俗に言ってますけども、これで、しっかりとですね、こう、まず L 字の形を作るんですね、こういうふうに。で、その L 字に沿ってドラゴンを、しっかりこう流していくというようなね、アタックが本当にね、猛威を振るってます。で、この戦術を使うときの一つの重要なポイントとしては、しっかりとですね、序盤のこの赤根式パート、ここですね、これが、機能するような配置であること。このアタックって、重要なのはこれですね、エアスイーパー。このエアスイーパーがもしも邪魔する場合には、これ使えなくなっちゃいますんで、エアスイーパーがね、機能しないところにこの突撃艦を投げれるかどうか、これ非常に重要です。で、もう一個重要なポイントなんですけども、今回このグルダンさん、アーチャークイーンとバーバリアンキングで、この辺をこう歩かせていってますよね。キングとクイーンで。これなんでかっていうと、ここなんですね。この壁の一層内側、ここのところをキングで壊すということによって、ドラゴンたちのルートが、ここが全部こうね、壊されてるんで、こんな風な非常に狭い L 字をドラゴンが通っていけるわけですね。ここはキングとクイーンで潰していくんで。わかりますかね？こういうルート作りをしっかりとできると、ドラゴンが束になってこう最後までね、生き残っていきますので、集団になったドラゴンって本当にもう強いです。防衛施設からのダメージっていうのも、最小限に抑えることができますし、こちらが打った呪文とかね、の効果も、固まって乗るんで、最大限に活かすことができると。いう形ですね。ついついね、ここ残ってるこの部分に対して、キングとかクイーンをぶつけてね、カットしたくなっちゃうんですけども、これは絶対ダメですね。やっちゃいけません。キングとクイーンの使いどころっていうのは、絶対に、ここです。ここね。ここにキングとクイーンを使って、なるべくドラゴンのルートを狭くすること。これが非常に重要な、このアタックをする場合のポイントですね。これですね、含めて今日合計3本、動画見てもらいたいと、アタックね、見てもらいたいというふうに思いますので、次もですね、今回のこのグルタンさんの考えと同じような形で、撮ってるアタックですんで、そこね、順次、大事なポイントをこうかけながら、話をしていきたいというふうに思います。さて、これですね。このアタック、まずは、ここですね。この突撃艦で一気にこう、破壊していきます。で、その後やっぱりですね、ここが残っちゃうんですね、ここ。残っちゃうけども、ここにはキングとクイーンを当てないんですよ。当てないんですね。ここは、ドラゴンで壊していきます。ちょっとこれね、見ててください。このまま行ったらドラゴンたちが出てこれないですよね。なんで、バルーンからのドラゴンで、ここの部分を削りを入れていって、で、こんな感じですね。のルートを作っていくと。で、こっちに関してはやっぱり、キングを使うんですね。で、こっちからクイーンを入れていくという形で、なるべくドラゴンのルートをここを、狭くしています。で、ドラゴンがガンとね、この狭いルートを歩いていけるように、そんなようにね、このアタックも調整がされているということですね。当然のごとく、このエアスイーパーの向き見てもらって分かるように、どこにも機能してませんね。ミスしちゃった、ごめんなさい。よいしょ。こんな感じとこんな感じですよね。なんで、ここの部分にも、突撃艦が入っていけるし、ドラゴンたちもエアスイーパーの影響を受けずに前に進むことができると。こういう配置だからこそ、この攻めが成り立つというわけですね。はい。わかりますかね。ちょっとね、ドラゴンこっちに何体か、3体ぐらいかな、流れちゃっていますけども、集団のドラゴンがここにいっぱい集まってますよね、ドラゴンたちが。
なんでこういう形をね、安いパンの向き見ながら作れる配置に対しては、まあ、この攻め方が非常にね、刺さっていくというところです。で、まあ、なんでね、この環境というか、まあ、今現在、このドラゴンアタックが強くなっているかっていうと、まあ、一つは防衛援軍ですね。さっきネクロマンサーなんかが出てきましたけども、基本的には、陸のユニットに対する防衛援軍っていうのが、まあ、重視されている。ので、まあ、ラバハウンドとか、あとはアイスゴーレムとか、まあ、こういうユニットに関しては、ドラゴンたち、それ釣り出さないので、まあ、ほぼ援軍無視ができちゃうんですね。確か今回のアタックもこれ、秘書権だと思いますね。なので援軍が分かっているから、もう空に対しての、ね、防衛が効かないということで、ドラゴンラッシュを仕掛けていると。まあ、さらにはスケルトントラップも、まあ、最近陸になっていることが結構多いと思いますので、まあ、そういうことでね、ドラゴンたちの進行を妨げるような、なんていうのかな、その村の、選択がされていない。だから要するに、まあ、相手が援軍ドラゴンとか入れてきちゃうと、まあ、結構時間食っちゃうんですけど、そういうところでね、まあ、アイスゴーレムとか、まあ、ラバハウンドなんかが入ってたらもう全然ドラゴンはね、それそもそも釣らないので無視していけちゃうってことなんですね。そういうこともあって、まあ、ここのところですね、こういう序盤のこういうカットのところに関しても、まあ、キングとかを使うとこの援軍が出てきちゃいますから、そうさせないように、ここのところはドラゴンを使うと、そうするとこの援軍たちが出てこれなくなるんですね。出てこれなくなっちゃうということですね。まあやっぱりですね、陸変調で、まあついつい行きたくなる、まあその、イエティだったり、まあディガーの性能の高さなんですけども、選択肢の一つとして、こういうね、ドラゴン戦術、あとはまあライドラ戦術っていうのはしっかりね、持っておくと、相手の村のその特徴を見ながら使う場面っていうのは絶対にありますんでね。ぜひぜひそこ忘れずにですね、抑えておきたい、まあ、戦術の一つかなと思います。で、先日アカネ式がめちゃくちゃ強いですよ、その場合にはイーグル砲を叩くんですよ、なんていう話を私しましたが、ね、やっぱり、まあ、その形が作れる場合にはなおさらこのドラゴン戦術の効果高いです。で今回、少し、まあ、大砲なんかのレベルが低いですが、まあまあ、主要な施設はそれなりにこう、ね、タウンホール13レベルになっているこの、相手の村、帝都男爵さんがうまいんですね。こんな感じで、ここですね、イーグル砲と相手のインフェルノタワーかな、これをがっつりこうね、赤根式で削っていきながら、さらにそこに、防衛軍、これですよね、クラン城から、防衛軍が出てこれないようなユニットをこう使ってますね。ドラゴンたちだったら、この、中に入ってるの、確かこれアイゴレかラバかな、釣らないので、釣らずにそのまま城壊して出てこれなくしちゃいます。まあ余談ですけど、知ってると思いますけどね、クラン城ってユニットが出てくる前にこう壊されちゃうと、この後にここ例えば、まあ、ババキンなんかを出してもユニットが出てこれなくなっちゃうんですよ。そういう効果があるんで、まあ、空で釣れないような援軍があった場合には、もう初めから空でこう潰しちゃうとね、いう手がありますね。もうこれすごい合理的ですよね。で今回ポテト男爵さんのこのアタックって、なんと、バーバリアンキングいないんですね。かなりの大きなビハインドになりそうに見えるんですけども、まあ、この辺りをこうね、クイーンで、処理してしまうので、ドラゴンたちのルートっていうのが、まあ、こんな感じで、結構ですね限定されていきます。まあ、末広がりにはなってるんですけど、まあ、序盤ですね、このレイジの枠の中にもしっかりこうドラゴンが入っていますよね。はい、というところでですね、しっかりとこのドラゴンたちを序盤束にしてこう進めることができると、まあ、多少ね、バーバリアンキングとかいないその劣勢なように見える、編成であってもこう取れていってしまうということなんですね。まあこれがすごい、ドラゴンに対しての防衛がしっかりされてないようなこう、配置だと、まあ、あっさりとですねこんな感じでいけちゃうっていう、まあ、怖いですよね。なんて本当に、ついつい陸に対する防衛に気を配りがちというか、まあ、配らなきゃいけないんですけど、ちょっとですね、空が来ることも想定してある程度、ね、置かないと、まあ、こんな風にバン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 、裏を取って空でやられちゃうということが起こり得ますんでね、注意した方がいいかなっていう気は、すごいしますね。
まあ、なるべくなら今回みたいにこうイーグル砲が壊せるとね、あのベターではあるんですけど、まあ、壊せなくても最初の2つのリプレイみたいにしっかりとルートが作れて、まあ、さらに防衛援軍とかね、あとはクロスボウが、防衛援軍が出てこないような形を作るとか、クロスボウが対地であったりとか、ああいうね、相手の村の特徴、あとまあエアスイーパー特に重要ですね。これを見極めて攻めると結構いい感じでいけちゃうというのがわかると思います。さて、今回ですね、ちょっともう一個だけ見てほしいポイントがあったんですね。このまあ空攻めをするときに、ついつい呪文をね、やっぱレイジーとか持っていきたくなるんですけど、忘れちゃいけないのがフリーズとコウモリっていう、まあ、この選択肢ですね。まずまあここに関してはフリーズでこう透析機とあとマルチ IT を一気にこう固めることによって、バルーンにレイジかけずにヘイストでこう突破できちゃってますよね。これまあすごい、まあ、ここにあったね対空砲を壊せたのは一つラッキーだったのかなと思います。これはねこっちに行っちゃってもまあ、おかしくなかったので、まあ、これはラッキーだとしても、相手のね、その、対空砲とかってそんな今怖くないんですよ、バルーン。体力結構上がってるんで、むしろ怖いのは、まとめて落としてくる、この、透析機、あとはマルチ IT とかですね。このマルチ IT にその赤いね、バルーン、対空地雷なんかが近くにあると、一気にバルーン起こっちゃいますんで、まあ、それが怖い。ので、しっかりとそこをフリーズで固めることによって、レイジを使わない赤根式みたいな形を作る、まあ、っていう手があると、まあ、いうこの選択肢一つね、注目したいのと、あともう一個はコウモリなんですね。見てもらうと怒って全然その複数範囲に攻撃するのがこの IT ぐらいしかないですよね。そうするとこのコウモリの呪文がめちゃくちゃ生きるんですよ。この、ロイヤルチャンピオンをここにぶつけて、このインフェルノを折っちゃうともうコウモリが無双しちゃいますよね。そこをちょっと見ていてほしいなと思うんです。今回はですねこんな感じ、まあ、フリーズで止めておいてもう一個フリーズ打つのかな、打ちますね。でクロスボウとインフェルノをこう貫封しながらロイヤルチャンピオンもそこに加わって、インフェルノタワーをこう折っちゃいます。そうするとあれよあれよともうコウモリが止まんなくなっちゃうんですね。当然コウモリに呪文を割いた分ドラゴンパートは少し苦しくなってこう、最後1体残して全部やられちゃうんですが、まあ、その分コウモリがもうこれでもかってくらい仕事をね、してくれますので、まあ、そこはどっちを取るかというところですね。相手の村の弱点をねものすごいこのポテト男爵さん見るのがうまくてですね、まあ、今の、このイーグル砲の区画、まあ、この考え方とあとここの区画インフェルノの区画、まあ、このテクニックっていうのは、オプションとしてね、しっかりとオプションってまあ選択肢として持っておくと、かなりねドラゴンとかを使うときに、やれる選択肢が増えてくると思うのでね、参考にしてもらえたらいいポイントなんじゃないのかなというふうに思います。いや素晴らしいですね。私もちょっとこれ見ると空やりたくなってきますね。まあ、ラバルっていうのは今本当に辛くて、そもそもウィザードの塔と、インフェルノタワー、まあ、これがマルチインフェルノですね。これが、バルーンの天敵だったことに加えて、透析機が出たことによりもう本当にですねバルーンがもうヘイストでご両親じゃ突破できないような、形がかなり増えてきてるんですね。なんでまあフリーズはどうしても必須になってくるんですけど、ドラゴンの場合って今言ったような複数攻撃はそんな言うほど怖くないので、そこをですね、今、続いて、まあ、空をやるならドラゴン、ないしはまあライトラというね、選択肢が、まあ、この環境ではすごい熱いんじゃないかなというふうに思います。ぜひぜひね、こちら参考にしていただいて、空攻め試してみてもらえたら嬉しいなと思います。はい。というところでね、本日の動画終わりにしたいと思います。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。では、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。